はい、よろしくお願いします。これ聞こえてますよね。はい、よろしくお願いします。最近決まったらしい公式の MLB スラッシュ C のロゴマークです。あれが、ファームウェアプログラミング with MLB スラッシュ C というタイトルで発表させていただきます。最初に抜けるなら今っていうチャンスを差し上げますが、想定しているオーディエンスは、IoT を Ruby で作りたいなと思っている人、それから MLB スラッシュ C にまだ全然触ったことないっていう人、MLB スラッシュ C のチュートリアルが世の中にちょっとあるんですけど、まあ、それくらいはやったことあるっていう人も聞いていただけると面白いかなと思います。それと酒を愛する人にぜひ聞いていただきたい内容になります。で、今日、これ亀を戻さないと危ね危ね、よしマイコンの話をするんですけど、一つ前のセッションとなんかつながっていい感じですよね。GPIO とか UART とか ADC とかそういう話はしないので、なんとなくそういう話が出てきて分かんなくても分かったつもりで聞けるように話そうと努めます。で、もしマイコンまだあんまり分かんないっていう方がいらっしゃったら、この辺の本を読んでいただけるといいし、あとチュートリアルが iTalk さんっていうところのがありますんで、取ったこれとこのスライドがあれば多分ほぼ入門編としてはコンプリートだと思います。で、今日のアジェンダです、最初に用語を整理します。ターミノロジーですね。で、 About My IoT Project、 実際の IoT プロジェクトを作りました。それについてお話しします。で、 MLB と MLB スラッシュ C についてお話しして、MLB スラッシュ C はどんなふうに動くのかっていうお話をします。それと、デバッグについて、 MLB スラッシュ C のプログラムのデバッグについて、アプリケーションのデバッグですね、話します。で、実際のその僕のプロジェクトのソースコードから、抜き出して、全体は載せられないんですけど、まあ、見えないからなんですけど、抜き出してそこからこういうふうに作ります、作るといいよっていうか、まあそういう話をします。それと開発環境についてお話しするっていう流れでいきます。用語整理ですけど、 MLB スラッシュ C っていうのが長いので MLBC とこのトークでは言います。なるべく MLB と MLBC を間違えないように言うつもりなんですけど、たまに多分間違えると思いますが、組んでください。で、マイクロコントローラーのことをマイコンと呼びます。マイコンって何かっていう と、ちっちゃいコンピューターで、まあ、皆さん知ってますよね。 CPU があって、メモリがあって、でプログラマブル IO ペリフェラルズ、ピンの役割をプログラムしてフラッシュメモリに書いて役割を変更できるっていうのがワンチップになってるっていうのが典型的なマイコンで、で下の話ですけど、ラズベリーパイみたいなシングルボードコンピューターはとてもリッチで、さっきの一つ前のセッションもそうでしたけど、そうじゃない、もっとちっちゃいのでやりたいんだっていう、マイクロコントローラーイズプアな環境で、プログラムを書いていきます。で、 RTOS、先ほども出ましたよね、これも、リアルタイム OS のことで、マイコンでよく使われる OS ですが、今日は使いません。ただ話には出てきます。あとタスクっていう言葉があって、まあ、Linux の世界でのスレッドとほぼ同じ意味なんですけど、マイコンの世界ではタスクって呼びます。で、アサヒ酒造One of the best Japanese sake brewery です。で、僕はこれを朝日さんってたまに呼ぶと思いますが、朝日さんって言ったら新聞社じゃなくてこっちのことです。で、朝日さんと僕で、一緒に IoT システムを作りました。MLB スラッシュ C、MLBC を使って作りました。でですね、朝日酒造っていうのがですね、4つあるんです。今日はほとんど日本の方だからあんまり説明しないでもいいか。一番上が獺祭を出してらっしゃる山口県の朝日酒造ですね。2番目が久保田を出している、新潟の朝日酒造と、3番目に福井にもあるらしいんですけど、
ちょっと僕知らない、あの福井の朝日酒造飲んだことあるよっていう人いない。で最後のが、十字朝日っていうブランドで作ってる朝日酒造で、漢字はそれぞれこういう感じ違ったりするんですけど、まあ、多分一番下の朝日酒造が一番有名だと思います。おかんにすると美味しい。でなんでマイクロコントローラーなのかマイコンなのか、ラズパイじゃなくて、という話をします。あの電源を入れるとすぐにパッと立ち上がるんですね。 0.5 秒ぐらいで。これあの Linux のブートの時間とかもいらないし、ちょっとトラブったら電源落として5秒待って電源入れてくださいねっていうのを酒蔵の人に言えば簡単に運用してくれるっていうのは非常にやってみるとありがたいなと思っていて、マイコンっていいなって、まあ、家電ですもんね要するに。で、もう一つメリットがあるなと思っているのは、あのセキュリティ修理ストを、まあ、あらかじめ狭めておけますよね。 Linux とか Windows はマルウェアがいっぱいあるんでその対応しとかなきゃいけないし、余計なデーモン止めるみたいなことも、もちろんしなきゃいけない、まあ、すればいいって話ではあるんですけど、あの考えることが非常に少なくできる。それからアップとアップグレードとかもやんなくて済むので、まあ、それこれ定期的にやんないといけないでしょうから、マイコンだったらそういうのいらない。それと多分これが一番大きいんですけど低消費電力ですね。単にエコロジーみたいなことではなくて、あの低消費電力だと、発熱が少ない、発熱が少ないっていうのがすごく重要で、このあと出てくるんですけど酒蔵の麹室っていうのは真冬でも35度、湿度 70% みたいな環境で、そこでちょっと暑くなるラズパイ3あたりだとちょっと不安だなと。あと農業利用しようと思ったら簡単に50度とかいっちゃうと思うんで、そういう点でも、ローエナジーなのは非常に重要、 IoT にとって重要だなと思ってます。でもちろんローエナジーだからパワーサプライの選択肢も多いですよねというのがあります。で、マスプロ考えてもやっぱりマイコンでプロトタイピングしておけば、そのアプリケーションで必要なピンの数に、合ったようなものを調達すればコストメリットがありますし、製造もしやすい、もちろんちっちゃくなるっていうようなメリットもあります。で、じゃあマイコンって言ってもいろいろあるけど何っていう話なんですが、今回使うのがサイプレスの PSOC5LP、32ビットの ARM の CPU で、メモリがですね256キロのフラッシュと64キロの SRAM、 つまり MLBC が64キロバイト以下で動くよって公式に言われてるのはここから来てるだと思ってます。おそらくこの8ミリぐらいの石なんですけど、でそれをプロトタイピング用に、作りやすく製品化したものがこれです。これだったら USB でつないで、プログラム書き込んだりデバッグしたりいろいろできるし、あのピンもこの真ん中のここからちゃんと配線されていて、あのブレッドボードとかで取り出せるようになっているから、これは秋月とかで1500円で買ってくれば、すぐに始められます。でですね、 MLBC はPSOC 5LP でしか動かないのかっていう問題がありまして、答えはまあそうでもあってそうでもないぐらいの状況です。今対応のマイコンがちょっと増えつつはあります。後で出てきますけどハードウェア抽象化レイヤーっていうところを書いてあげれば他のマイコンで動くようになるんで、それを増やしていけばいいっていう設計になってます。ただあの 5LP は非常に、推薦できるマイコンだと実際に使ってみて思います。なんでかというと非常にいい作例があるからです。僕のプログラムがありますから。で、開発するのに非常に、向いている。特に、まあ、マスプロとかも考えてプロトタイピングしていくには非常にいいマイコンだなと思っていて、 MLBC のコアチームはいい選択をしたんじゃないかと思っています。で、あの実際の IoT プロジェクトについて簡単に説明します。朝日さんのために作りました。2018年の
1月に実際の蔵の仕事にデプロイしました。でデバイスがですね、これはちょっと今日もデモ用に改造したんですが、こんなものを置かせてもらって、これが温度計なんですけど、これによって酒マテリアルズインブリューイングっていうのが、2種類あって、麹ともろみっていうのがある、後で写真出ますけれども、その温度とか環境温度とか、湿度をこの箱が直接インターネットに送って、サーバーに溜まっていくっていうものです。で溜まっていったデータはスマホで見られる、スマホで見られるから、蔵人さんはその温度計が指してある場所に行かなくてもいつでも温度が見られる、絵にするとこんな感じで、これが中身ですね。で これがこう麹っていうやつで、ここが部屋が35度ぐらいなってます。あの蒸したお米に麹菌っていうのを振りかけて育ててあげてるところで温度計を指して測っています。でこれがもうもっと後の工程のもろみっていうもので、まあ何か酒蔵っていうとこのイメージですね。大きい3メートルぐらいのタンクにお酒が入っていて、でこれもこの中で発酵が続くんで温度管理するんですけど、これ温度計があって、あの上に壁についてるあのデバイスからデータが送信されています。で右下みたいな、スマホのアプリで、グラフ化して見られる。で、まあ、上がアーキテクチャですけど Ruby はあんまり関係ないのでさらっと。で MRBC 使ってちょっと結構難しかったんですけど、何が難しいかっていうと、まず開発中にですねステップ実行とかできないですよ。今さっき MRB の ID 作っておられて、一つ前のセッションであのステップ実行みたいなのやっておられてすごいいいなと思ったんですけど、それは今そういう仕組みがないので、ちょっと難しかった。であと、まあ、メモリの中身もその今見たいっていう時のメモリの中身がすぐに見られるわけじゃないので、それも難しいですね。それと IoT 作るのって結構トラブルの種が多くて、後でよくもうちょっと深掘りしますが、なんでこれ動かないんだろうっていうのが分かりづらいですね。それと MRBC 自体が成長中のものなので、割とこの半年ぐらい前にがっつりやってた時はまだバグが結構あったり、ドキュメントなかったり例がなかったりして大変でした。じゃあ MRBC ダメなのっていうと、やっぱ、まあ、そんなことはないと思ってます。あの IoT アトワークっていうのは現場ぐらいの意味で書いたんですけど、事件が現場で起きるように IoT も現場で起きてるんですけど、いや本当にあの想像してみてほしいんですけど、35度の麹室と10度の仕込み蔵をデバイスが置いてあって行ったり来たりする状況を皆さん想像してみてください。でその周りはもう本当に危機迫る感じで蔵人が走り回って仕事してるんですね。であと10分でちょっと JSON のペイロード変えたいみたいな話になった時に、小さいラップトップ一つでファームウェア書き直してインストールしてもう一回設置してってやんなきゃならないっていう時に、 C 言語よりも本当に楽なんです。実際やってみると3倍は楽です。なので、まあ、Ruby ってありがたいなって思っています。で今日のデモなんですが、今日のデモでなんか温度とか測っても面白くないなと思って CO2 濃度を測っています。今 CO2 濃度って400ppm でだいたい大気中ぐらい、 1000ppm でだいたい皆さんのプログラミングのスピードが落ち始めます。 1500ppm でトマトがよく光合成するそうです。で 2000ppm 超えると割と眠くなったりします。人によっては頭痛を感じることもあるらしくて、あの弊社ではスラックに通知されるんですけど 2000ppm 超えると、でもなんかみんなあんまりあの積極的に換気しないんですよね。4万 ppm 超えると危ない、あの人命に関わる二酸化炭素中毒っていう状態です。それともう一つヒューミディティディフィシットっていう放射っていうんですけど、1立方メートルの空気中にあと何グラム水が
水蒸気が入ることができるかっていう値です。これが3グラムから6グラムの間に収まるとトマトがよく育つで、ちょっと話戻って IoT ってなんでそんなにトラブルの種が多いのかっていうと、まあ、周辺機器の話、それと回路の設計、配線の設計の問題、それと回路を PCB 焼きますよね、基板を焼く製造の問題があって、ハンダ付けの問題があって、でもちろん僕らの、CMRB や MRBC のレイヤーの問題がある。あとコミュニケーションタイミングコントロール、あとで説明します。それとネットワークも、Wi-Fi とか BLE とか、これは 3G に直接つながってるんですけど、なんか会社で実験中なのと現場で置くとまたちょっと違ったりとかして、いろいろ何が悪いんだろうってすごく難しい。星がついてるものを主に今日説明しますね。で、周辺機器、非常に重要なこととして、実際にアプリコードを組む前に一つ一つのパーツがスペックシート通りに動くかっていうのを、当たり前のことなんですけど、 見ないと本当に後で苦労します。で、スペックシートもですね、なんかメーカーによってはちょっと いい加減だったり、更新されてなかったり、書かれてるのとちょっと違う値が返ってきたりすることがあって、それ実際にマイコンに組み込んでからそれ発覚すると、本当にそれでいいのかっていうのを確認するのがすごく面倒になるんで、最初にやった方がいいです。あともちろん壊れてたりす、あと自分が壊したり、ハンダ付けの 熱で壊れたりしないとすごく後悔します。なので、あとさっき散々ラズパイじゃないよねって言いましたが、プリプロトタイピングにはラズパイ最高で、やっぱりラズパイって画期的な製品だなと思います。ブレッドボードを使ったり、左はテスト用にわざわざ基板焼いて作ったんですけど、まあ、このぐらいやっとくと後々 のやっぱ壊れたかもって確認するときに壊れてないのを確認したりできます。で、これシールビーなんで大したことじゃないですけど、ラズパイにこういうの乗っけて、ルビーシリアルっていうジェムで自分でシェル作って書けば、簡単に、これは UART 通信のサンプルなんですけど、こういうふうに AT って打つと OK って返ってくる、まあ、そういう 3G の通信モジュールだと思ってください。 AT って打つと AT コマンドの OK が返ってくる、 AT の CIMI って打つと何か返ってくる、で、存在しないメソッドを打つとエラーって返ってくるみたいなのを、こういうプログラムでちゃんと確認してからやるといいです。それからハンダ付けっていう問題があってですね、これ 0.8 ミリピッチの表面実装なんですけど、表面実装、なんかハンダ付けって穴を通し、足を穴通して裏からつけるみたいなイメージ、あんまりハードウェアやってない方はそう思うかもしれないけど、実際にはこういうのが多くて、乗っかってるだけなんですね、パターンに乗っかってるだけで、両脇のピンがハンダ付けされてると、ハンダ付けしてないピンも回路に触ってるから動いちゃう、割と動いちゃう。で、ああできた、ハンダ付けできたとかって思って使ってると、ある時急に動かなくなる。で、そういう時に限ってですね、なんかちょっとアプリケーションコードを大きくいじった直後に動かなくなったりして、ああこれ何だんだったで、アプリケーションコードをちょっとずつ戻してみたりとかして1日潰すみたいなことがマジで ありましたあるので、ハンダ付けもすごい重要なんですよ。ここはアンソルダードなので、全ての失敗の原因、それは焦りです。焦ってはいけない。ちょっとお目汚しがあったので少し休憩します。松江市っていうところから来ました。宍道湖の美しい景色をしばしご覧ください。はい、やっと本題に入ります。でもここまでのことがすごい重要なので、 IoT やるっていう時は覚えておいてください。そっか、デモの話をもうちょっとしといた方がよかった。これは実際のこのデバイスから送っている赤の線を特に見てみてください。CO2 濃度なんですけど、これ昨夜の僕の泊まってるホテルの部屋の値です。つまりこの辺は 500ppm とかですね。僕がまだ帰ってくる前ですね。で、帰ってきたらもう
おっさんが一人呼吸するだけでこんなことになってここが起きて電源切っちゃったんでちょっと値がなくなってますけど起きる直前 2000ppm まで上がってるんですね。あの15年前に建築基準法が変わって24時間換気が義務付けられたにもかかわらず閉じてる室内はあのこういうことになるっていう例です。で実際に今も測ってるんで、最後にもう一回これ画面更新したら多分寝てる人がいたら CO2 のせいって言いたくてやってる感じですね。MLB と MLBC について、簡単にまとめます。 MLB は皆さん分かってると思いますけどもうすでにこれ CLB 並みのエコシステムに育っていてインタプリタがあって、コンパイラがあってシェルも用意されててで実行するバーチャルマシンの仕組みがあって MRB GEMS っていうパッケージマネジメントシステムもあります。これに対して MLBC って何かってMLBC 触ったことありますっていう方ちらほらぐらいですよね。だから説明する価値がありますが、MLBC って何かというとバーチャルマシンと RRT0、ランタイムっていうかな Ruby ランタイム0の略だと思いますけどそれとハードウェア抽象化レイヤーっていうコンポーネントだけで構成されていて、つまり MLBC だけでは何も動かない絵にするとこういう感じです。青い部分が MLBC ですね。緑の部分は MRuby の成果です、ここでの用語ですけど VM と Job が一つ合わさってタスク Linux でいうところのスレッドみたいなイメージでこの絵を描きました。で、MRuby は普通やるとしたらあの RTOS を乗っけてあのさっきラズパイで OS なしでって話もありましたけど普通は RTOS 使って、複数のジョブをパラレルにっていうのはマルチコアだったらパラレルにできるかもしれないし、シングルコアでも、コンカレントでやるっていうのは RTOS の力を借りてやりますよね。で MLBC は OS なしで動かすのが一応前提なのであの RRT0 の力を借りてこれが非常に簡単に2つのジョブ、まあ、3つでも4つでもメモリのある限り複数のジョブをコンカレントに起動することができるっていうのが非常に便利で後でコードでお見せします。 MRuby は2014年にバージョン1 MRubyC は2017年に1だから、3年遅れで追っかけてる感じです。で、パッケージマネージャーはありません。で RAM はまあ、あの実装次第なんですけど公式には 64KB 以下で動くって言ってるのが MLBC で MLB はまあ数百キロバイトだよねっていう話をしています。で、先に MLBC に今ないものを話しておくとこの後の話分かりやすいかなと思ってここで言うんですけど、タスクの優先順位みたいなのって RTOS 触る方は分かると思いますけどあの優先順位付けみたいな機能がありません。今は ただのラウンドロビンスケジューラーでスイッチングしてます。それとインスタンス変数がないちょっと残念なんですけど、定数とグローバル変数があります。あ、これつまり MRuby の世界の話ですね。ただ実際これらはもうすでにあの実装されてるっぽくて MRubyC のソースコードを見るとあるので、使えば動くかもしれません。それとマス H を入れないコンパイルオプションみたいな機能も機能ってほどでもないですけど入ってきてさらにメモリの使用量を削減する。それと EECH がないでももうすぐ多分出てきます。そうすると 2JSON も作れるんであの最強の IoT プラットフォームになるんじゃないかなと思います。で要するにEECH はコンパイルできますよね。 MRuby でコンパイルするんでコンパイルできちゃうんですけど MRubyC の VM で動かしたときに動かないっていうことなんです。ただそこがちょっとハマりどころ、あのフラットやると1ぐらいあるやろって思うとない VM が小さいからですね。だからメモリが少なくて済むんですけど、じゃあどうやって MRubyC って動くのっていう話ですけど、これサンプルプロジェクトの、構造でジョブ 1RB と 2RB が、
MRuby で MRBC でコンパイルして Job1C と Job2C に中間バイトコードになっている状況をイメージしてください。だから実際に最終的にビルドのために使われるのは3つの C ですね。メインと Job1C、Job2C。これなんだっけな。まあいいや。で、これがメイン C です。メイン C も、まあメイン C で Job1、Job2 をインクルードして、で、MRuby-C の VM が影が届かないな30キロバイト確保してます。で、MRBC イニットっていうのをして、クリエイトタスクを2つして、MRBC ランってやるだけで、これだけで、マルチスレッド的に動くっていうのが非常に書いてると楽しいです。っていうのがここに書いてあるのか。で、いきなり C 言語のソースを見てなんだよって思ったかもしれないんですけど、まあ、C 言語はやっぱりちょっと書かなきゃいけなくて、ただほとんどボイラープレートのコピペで作っていけるような感じになってきます。慣れてくるとメイン C はそういう感じで書いていけて、実際のビジネスロジックは Ruby 側で書けるので、大丈夫です。で、MRuby-C 自体のソースコードのちょっとヘッダーファイルを並べるとこういう感じなんですけど、この辺見とくといいよっていうのが、ハル、ハードウェアアブストラクションレイヤー、ポジックスと GoLP に対応してそうだっていうのが分かりますよね。で、ここがランタイムスケジューラーで、これ読むと、まあ、リアルタイム OS の手作り版みたいな実装が見られて楽しいです。それと、ValueH 値を見ると、C と MRuby で、値のやり、受け渡しをするための、仕組みがここにあるんで、このヘッダーファイルは読むといいです。あと VM コンフィグにメモリの使い方とかちょっと書き換えて、設定をここで書き換えるっていう、ちょっとこの仕様どうにかならんかと思うんですけど、プルしたらコンフリクトしちゃうんでちょっと困ってるっていうところですね。で、デバッグですけど、もう一回言うと、ステップ実行っていうのができないので、実際にアップコード書く前にデバッグの仕組みをちゃんと取っておきましょうっていう感じです。で、今のところできるのが古式ゆかしいプリントデバッグですね。ただ割とやっぱり、まあ、こういうデバイスでやることってそんなに複雑じゃないんで、実は放射とかも計算する必要ないんですけど、これでサーバーで計算すればいいんですけど、そのぐらいこのデバイスでやることそんなに多くないから、プリントデバッグでも全然十分です。そのために、まあ、こんなような、もうこれも決まりきったコードとして、メイン C にざっとコピペしていただければ、ここでハードウェア抽象化レイヤーの実態を書いてます。まあ、たったこれだけの話です。で、デバッグプリントのラッパーを定義してあげれば、こんなふうに、本物はこれですね。今動いているこれから出力している、でシリアル接続してコムポートから取ってます。メモリが、確か49キロバイトを確保したらこの値で、実際に使っているのが3万1000バイトぐらいで、まだ1万9000ぐらい空いてますっていうのが分かって、これを1週間ぐらいほっといて増えないよねっていうのを 見れば本番に出せるねっていう感じです。で、実際のソースコード、これに入っているソースコードについて GitHub に上がっているんで、興味のある方は見てください。こんな感じです。3G ジョブが5つあって、 3G モジュールを、叩くプログラムと、ブレスっていうのは、定期的にですね、この場合は5分か3分ぐらいに、3G モジュール叩いてデータをサーバーに送るっていうループが回ってます。で、ジョブ CO2 っていうのは CO2 を測る、ここにセンサーがあるんですけど、これと通信をして CO2 を測る。ハートビートは、死活監視も兼ねて LED に、値を常に出してる。で、ヒューミティディフィットが、しなくてもいい放射計算をちょっと、まあ、せっかくなんでしてみてるっていうところで、これがね、先にハートビートかな。
あでミューテックスっていうのはあります。 MRBC にも配達制御ができるんで、ここで言うとサーバーにデータを送るっていう一番重要なことをやってる間はちょっと他の人待っててくださいっていうのが、できる。うん、ハートビートか、これはハートビートだから、はい。で、ちょっとグローバル変数がいっぱいあってみて、Ruby っぽくないですけど、CO2 測って、HD 測って、Mutex ロックして、ここに表示してるっていうのを3スリープ3秒して送ってるだけなんですけど、じゃあ、この R アンスコで始まってるようなのって どういう仕組みなんだっていう話ですけど、まあこれ分かりますよね。 MRB ジェム書くみたいな感じで、ディファインメソッドしてさっきのデバッグプリントと同じですけど、ラップしてあげるっていうだけの話です。だから これはあのデータ送信の方ですね。さっきのこれは表示3秒ごとの表示で、これがこの例だと300秒スリープしてるからだいたい5分ぐらいに1回飛ばすのを、まあ、ステータスをグローバル変数で管理するとか、まあ、そういうあたりは好みで Ruby っぽく書きもっと書きたければ書けるんですけど、ここでは簡単にこうして、これはもう本当にジョブレスって何の省略もなくこれだけのコードなんですよね。で実際に送信するっていうのはちょっともうめんどくさいんでこれはいいですよね。あのこれも UART 通信で、この中に入っている 3G 通信モジュールを叩くっていうのがセンドデータから、もうそこもちょっと隠れてるから分かんないですね。で CO2 測るところアレイなんか変なバイト列が9バイトぐらいあるのはなんだろう、そういうこっちのセンサー側の仕様です。こういうのを送ってあげると CO2 の値が返ってくるっていう時にどうやって取り出すかっていうと、まあ、数値型とか文字列型だったら C のメモリに直接書かれてるけど、アレイ型だと MRB バリューになりますんで、構造体になってるんで、ちょっとこういうループ回して取り出してあげるっていう面倒がいりますっていうのがちょっと 上側でやってることです。ありますよね、中からポインターを取ってきて、そこをあのバリュー i っていうのを呼ぶと、それは C 言語のイントになるんで C 言語のアレイに入れてあげて、でこれが実体 の PSOC の ID が提供してくれてるフレームワークのメソッドに関数になるんで、これに直接渡すためのラッパーが、こういう見た目でした。であのアレイじゃなくて文字列渡してもいいじゃんと思ったのは全くその通りで、ただちょっとメソッド関数の名前がアレイなんでアレイで渡さないと気持ち悪いっていうぐらいの話で、あとまあサンプルっていうことでアレイをここでは使いました。でメモリ足らなくなったら最終的にはあそこあのストリングしてあげちゃえば、いくらかメモリも減らせます。でこれさっきと同じコードなんですけど、下の部分ですね、ここがコミュニケーションタイミングコントロールの問題があって、値返ってこないんで、あのそのコールバックとかないんで、送っても何もうんともすんとも言わず遅れたかどうか分かんないけど、これはもうセンサー次第なんですけど、遅れたかどうかを確認するステータスみたいのを取れるやつだったらこういうふうに取ってあげて、待ってあげるってとこまでこのラッパーでやっちゃう方が楽なんですけど、ね、あのこのためのラッパーを別に書いてもいいんですけど、それやるとさすがにメモリがちょっともったいないんでやってないですっていう話で、開発環境 IDE っていうのがありましてですね、 PSOC クリエイターっていうので作るんですよ。でどうしても PSOC クリエイター必要で、ペリフェラルアレンジメントを配置してピンアサインメントを決めるっていうのを IDE でやってあげてビルドして、フラッシュに書き込むんですけど、 Windows でしか動かないっていう問題があります。多分皆さん Mac 使ってる人が多いと思うんですけど、こんな画面でいかにも Windows っぽくて、
こういう通信モジュールみたいなのをこっちからドラッグしてちょっとダブルクリックして設定してあげるとフレームワークが自動的にソースファイルがこう作られてジェネレイティッドソースってあたりに入ってきて、それはフラッシュに書き込まれて、だからさっきのプット UART なんとかプットアレイみたいなのが呼べるようになってるんですね。でも ID って嫌いじゃないですか。僕も嫌いなんですけど、なのでちょっとツールを作って Linux と OS で動くコマンドラインツールを作りまして、この辺はいいや。実際に使うとですね、インストールって打つと MLBC をチェックアウト、クローンしてきて、でテンプレートファイルをバーッと持ってきて展開して、この辺の構造を作ってあげて、あと MLBC Utilities Compile っていう2つ目のですねを叩くと RB が全部 C になる。でウォッチオプションを渡しておくと変更を検知して自動で C にしてくれる。これしないと RB 書き換えてビルドしてってやってるとバイトコードを実は作ってなかったからなんで動かねえんだろうっていうのも防げる。割と焦ると出てくるんですね、こういう問題が。あと機能として下の方にクラッシーズとメソッズっていうのがあるんですけど、MLBC Utilities クラッシーズってやると今そこの環境にチェックアウトしている MLBC のソースコードを総ざらいして使えるクラスを一覧化します。これちょいちょい変わって増えてきてるんでたまに見ると面白いです。これしかねえんだって感じですよね。これしかないんですよ。あ、今 VM クラスってのもあったな。でちょっと見づらい、アレイクラスのメソッドを全部見せてねっていうのをやると、ほら、イーチがないですね。で、まあ、継承元のオブジェクトのも見えるんで、ATTR アクセサーとかあるから多分これインスタンス変数がもう実装されてるっぽい状態ですが、アレイに実装されてないけど動くけどなんか変っていう場合はオブジェクトクラスにあるって思うといいよっていうための便利機能で、このツール使うことで ID の使用を最小限に減らして、僕も実際に Linux 仮想の Linux からホストマシンの、Windows とディレクトリ共有して書いてるんで、Vim でも Emacs でも TextBringer でも好きな、エディタでファームウェアを書けるようにしていきましょうっていうことです。で、MRuby、さっきも言った通りまだ始まったばかりの MRubyC、MRuby/C というプロジェクトに皆さんが僕ももしかしたら貢献できることとして、ハルを増やす、ハードウェア抽象化レイヤーを増やせば対応するマイコンが増えますし、ドキュメント書いたりテストもない書いたり、あと実際のアプリケーション書いたり、あと実際に MRuby/C を触ったっていうことを公表していただけるとコアチームが非常に喜ぶって言っています。あと POSIX でも動くんで、例えばなんだろうな、これちょっと難しい話ですけど、エミュレートとかハードウェアのエミュレートを Linux 上でもできますよね。ただまあ一個一個ハードウェアをセンサーごとに一個一個作るのかみたいな話もあって、台湾のモバイルビーさんの魂あれもそうですけど、ちょっとデバイスが増えるたびに抽象化レイヤーを書くみたいなのが、まあ、ちょっと課題ではあるけど、なんかいい方法あったら面白いんじゃないかなって思ってます。時間がまだありますよね。ちょっともう終わり、あと1分自己紹介をします。モンスターラボっていう会社の島根開発拠点っていうところで、働いているハスミと言います。おで、そうか、これちょっとネットワーク重いんで出るかな。
はい、終了です。まとめ、換気が大事です。ありがとうございました。朝日酒造の十字朝日をよろしくお願いします。